どうもーはい、えー、今回の動画はですね1日20本以上動画をアップロードして気づいたことねあのー、まあ完全にあのモーリーを意識して、えー、アップロードちょっとしたんですけど、まあ、久しぶりにだいぶまあその取りためた動画ではなくてもう原稿でまあ取、ね、りためた動画をねアップロードしたらまあ一日まあ100本200本いけるんですけどまあ1000本以上まだストックありますから僕アップしてないのか まあ実際に原稿で今日話して今日話したやつを全部アップロードしてきました。で二十数本ですかね22本か1本これを含めると、まあ、まあとりあえず20本以上アップしたんですけどまああの結論から言ってしまうと実はですねこの前にそのモーリーがその19本をとアップロードして分かったことみたいなことを言ってたんですけどねあの動画撮ってたんですけどまあ僕もパクって動画撮ってますけど。 あのはっきり言うと僕から言わせると <laughs> 20本で、まあ、でもないないいっていうところですでモーリーはその19本まだ撮ってアップロードしたことがないので、まあ、基準値が上がりましたみたいなことを言ってたんですけど僕ぶっちゃけその今日20本ぐらい合間合間で撮りましたけど、うん、全然なんか大したことないなっていう全然まだ本気出したらんと多分多分ねマジで本気出したらとんでもないことになるなっていう。 マジでもう原稿でその撮りためた動画ではなくて本気で一日本気出してはあのこのスマホをまあ僕スマホでこういつも撮ってるんですけど本気出してスマホの前でもう僕が本気出したら絶対100本以上撮れるんで,、うん、で絶対撮れます自信を持って言えますけど,ど<う>まあ20本撮ってもなんか屁でもないなっていう感じですね,これ,ねこれはなんでじゃあ僕が あのまあ多分この動画見られてる方で20本以上一日動画ね原稿で喋ってしゃってなんか動画撮ってっていうアップロードしたことはほぼないと思うんですけど僕がなんでこの20本撮っても余裕かっていうとそもそもその10年以上その,、まあ、その会社に泊まり込みで僕やってて相当やってきたんで、まあ本当にそ,それがあるからですそこで基準値が上がったっていうのはありますね。うん、でねこの動画でちょっとお伝えしたいのがあの。 あとね僕あのスポーツもやってたんですよスポーツもで小学校3年ぐらいですからね卓球を始めましてで卓球でずっとやっててだ卓球やってたんであ大学も行けたんですねだから高校も高校もですね僕中学校オール成績1とかだったんですけど高校もですね一番最初に決まってみんな受験勉強してたんですけど、まあ、僕面接だけで受かって一番最初に泣いてもらって で僕が一番最初に入った高校が青森山田高校ってとこなんですね。まあ,まあ卓球で日本当時卓球で日本一でだったんですよ。でそこでも結構鍛えられたんでメンタル的な部分ですね。だから他の人は多分ねその日本一の日本一の,そのスポーツ校に入ってやるという経験多分ないと思うんですよ。僕あるんでめちゃめちゃやばかったですね。人、まあ、人とととししててて試合で負けると人として扱ってくれななないいみたいなかなり ひどかったですねひど,かひどかったていうか今思えるといい経験したなっていうところなんですけど僕はでもそこで1年やって挫折してで山形の米沢中央高校みたいな米沢山形にある米沢の高校に入るんですけどでそこでなんか転校すると1年間インターハイ出れないですよ。で最後高校3年生の時にインターハイこう予選にこう入って一応団体優勝とダブルスが2位で。 でシングルスに関してはダブルスのパートナーとそのインターハイ決勝あの、まあその位まあ、3位、4位に入るとインターハイシングルは出れてたんですけど最後決定戦でダブルパートナーと当た,当たってまあお互い味方同士ですね味方同士で当たって僕、ダブルのパートナーに負けてシングルはインターハイ出れなかったんですけどスポーツやってたっていうのもあるんでそこでだいぶメンタル的なのを鍛えられましたね。うん だから普通の人より基準値が高いっていうのもあるしプラスそこの基準値があって鍛えられた基準値でその以前の会社で泊まり込みでやっててずっとやってたんでうんなんか全然変じゃないですねなんかモーリーはなんか「過剰に」みたいな言ってますけど全然僕の中で過剰じゃないですねもういたって普通ですね僕は本気出してないだけですから <laughs> 僕本気出したらね なモーリーがかわいそうかなと思って今回はね <laughs> 20本ぐらいで抑えましたけど、うん、まあこの動画でちょっとお伝えしたいのがうん、うん、まあその基準値を上げるっていうのは大事ってことはまあモーリーから言ってたんであれなんですけどただまあプロププロプロがやってる練習量と初心者がやってる練習量ってそ,のそもそも練習やったよって基準が違うじゃないですか質とかうんそう なんかね、もうその頑張ってるとか努力してる基準値もプロとアマチュアって全然違うと思うんですよ。だから自分が頑張ってるってどれだけ頑張ってるのって話でだからお金稼ぎたいとか思ってるんだったら、まあ、日本一努力するとかねやればじゃちゃんとしたノウハウというか勉強して日本一努力して稼げないってことは僕ないと思うんですよ。日本一ですよ 日本一でもう絶対俺はやったっていうや,やりきったっていうところまでいけば突き抜ければ稼げないとないと思うんですよねどう思いますなんか自分で俺は日本一やりきったとかなんか自分で言い切れることってあります例えば仕事めっちゃ俺は例えばその今働いてる会社でその会社の全体の中で誰よりも働いてるみたいな言い切れますか僕は言い切れますねもう以前の会社で僕以上働く人は絶対今後一生出ないですね一生出ないって言い切れます 以前働いてる会社で僕以上に会社に泊にり込みして僕以上働く人は今後一切一生出ないですねっていうのは言い切れますね本当にやったんでっていうなんかその仕事でも何でもいいんですけどここまでやりきったっていうところなんか一つでもいいんでなんか言い切れるのってあります僕はそれは言い切れますねうんたな,なんか一つでもいいんでなんかそのよく自信がないってあるじゃないですか 自信がなないいいっっっててて何かっていうと結論やってないんですよでやってないって言ったらもうおしまいなんですけど自信がなくたってじゃあ自信が出る時っていつなんですかって話じゃないですか自信がありませんこんな私がいやいやいやみんなそうじゃないですかじゃ自信ができる時っていつなのかっていうともうこれね量をこななした時なんですよ圧倒的な量をこなした時その量が自信の糧になるだけなんですよね。 だからその、まあ、この前オリンピックもやってましたけどじゃあオリンピックで、ね、金メダル取るとか何やりますっていう練習しかないじゃないですか練習やらずにオリンピック望んで金メダル取れる人多分あんまいないと思いますよ結構ねほとんどやり込んでますよね練習まあもちろんハードワークしすぎるとそのメンテナンスの部分もあるので抑える部分もそれは日はあると思いますけど相当練習してますよね なんかその自信がありませんっていうのはその分量やってないだけかなっていうところで,でこれ量に関しては、ね、誰でもできる誰でもできると思うんですよね練習するっていうのは試合で勝てって言ってるわけじゃないですよ試合で勝てって言ってるわけじゃないじゃないですか 例えば僕が今日動画本数20本以上アップしてじゃあそれが結果としてじゃあ 1, 再その1本の動画が必ず何1万再生いかないといけないとか100万再生いかないといけないっていう結果を求められてるんだったら別として別に動画をアップロードするっていう行為は別にやろうと思えば誰でもできるじゃないですかまあ僕の中で練習みたいな感じなんで僕は1万本アップロードしてスタートラインっていうのがあるんで今のアップロードしてる動画はあの興味ないですね。 まあもちろんその再生数を狙うための動画もたまに作りますけど今アップロードしてる動画に対してはあまり興味がないんですよ僕1万本いってからがスタートラインだと思ってるんで今マイナスなんですねそうで1万本いろんな動画アップロードしてどういう風になるのかなっていう検証ですよねだって誰も1万本ほとんどアップロードしたことがないし1万本アップロードしたっていう結果を出せる人がいないじゃないですかで目に見えてわかりますよね1万本だって YouTube 上に 本本数出るるんで何本アップしててかっていうじゃあこの見える結果として出るわけじゃないですかでしかもその1万本アップロードしたっていう結果に関しては誰も真似しようがないですよね多分真似しづらいと思うんですよまあた,たまにね、まあ、モーリーとか真似してるかもしれないですけど多分あんまり真似できない結果なんですよじゃあそこに対してそこに対してじゃあ1万本アップロードした結果僕の YouTube の管理画面がどうなったのかっていうねそこの情報って僕しか得られない情報ですね ありとあらゆるキーワードを1万本アップロードした結果管理画面でどのような状態になったのかっていうのはこの情報って僕しか得られないんですよで。今度僕は情報発信してますから1万本アップロードしたら僕が YouTube 上で1万本動画をアップロードした結果こうなりましたっていう儲かるキーワードはこれです再生数が伸びたであとはその傾向も全部一応データ見てますんでそれをコンテンツ化できますよね。 誰も知らない情報得られない情報それは1万本アップロードした人しか得られない情報ですから,から僕はねそこをちょっと狙ってる部分はありますね誰も得られない情報ですよね到達できない情報っていうのを到達して得てでその情報を分配するというか分配するって言ったらおかしいですけどそれをコンテンツ化するっていうそれを塾にフィードバックするのか教材にフィードバックするのかあれですけどら誰もやんないんで。 多分やんやないですよね1万本アップロードする人ってトレンド動画あのコピペのトレンド動画ですら1万本アップロードする人いないと思うんですよあのコピペする動画ですらコピペですよ <laughs> コピペでも多分1万本やんないと思うんで、うん、でもねほんと世界で見ると4万本本当4万本とか5万本アップしてる4万本だったかなアップロードしてるアカウントがあったんで4万本いけるんだっていうことは分かりました で実際にその日本でも光くんがゲームチャンネルで8000本以上アップしてるんでまあ普通にね4万本とかね1万本はまあ別に全然 YouTube が耐えられるんだなっていうのは知ってるんでうんあとはまあやるだけかなっていうところですねはいということでまあ今回ですねまあ20本以上僕が動画をアップロードして感じたことはなんか鼻くそだなっていうところですねはいこれはもう本当にねどん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  自分の基準値を上げてほしいなっていうところで <laughs> なんだろうな僕も今セミナーまた今度セミナー4月7日大阪でセミナーやりますけど僕今セミナーガンガンやってますけどそもそもセミナーなんてやりたくなかったしセミナー人前で話すなんてこともやりたくなかったしだけどそのお金を稼ぐ上で一番最短で稼ぎやすいのはセミナーだっていうのは知ってたんでだからそれをやっただけなんですよ。 かります別にセミナー本当に面倒くさいし会場手配しないといけないし集客しないといけないしで僕バックエンドはあんま売らないんで別にセミナーやったからって儲かるわけでもないんですよだけど中長期で見た時に中長期で見た時にお客さんとの信頼関係を作る,上でのセ作る上でセミナーが一番効果的だっていうのは分かるわけですそれは分かりますよね直接会って直接指導するわけですから信頼関係を構築する上でセミナーが一番いいに決まってるわけじゃないですか で、そこでバックエンドで売らなかったとしても、その信頼が次のリピートにつながるわけですよ。で、今回の4月7日のセミナーに関しても、リピート率80%以上ですね。90%かな、ぶっちゃけ。たった1人だけ、1人かな、まだ僕の商品一度も買ったことがないっていう人は。うん、多分、1人だけですね、新規は。だから90、90%リピートです。今回のセミナーも大阪。90%ですよ。 だか何かやるって言ったら90%なんですよ今日今回はねデータとしてはリピート率90%ですよ、うん、だからその中長期でビジネスやるんだったらもちろん新規のお客さんも獲得することは大事なんですけどリピートしないとリピートしていかないと毎回新規取りまくって、えー、毎回やるみたいな大変じゃないですかでもある一定のリピート率があれば安定的にあのお金いただけますよね、うん、って話で。 だそ,こそこに到達するために何をしなければいけないのか一番、まあ、何をしなければいけないのかっていうか何が一番いいのかっていうのがセミナーだったんですよね。直直接接会って直接指導ができるっていう僕はそのコンテンツビジネスやってますけど基本的にその教えるっていう仕事ですからじゃあ教える仕事で一番あのお客さんと信頼作れるのが直接会って教えるっていうのが信頼作れるのででももともと顔出ししてこういうふうにねやるってことはあんましてなかったですけど。 まあそれは知っっっててたたんでやったっていうだほとんどの人って、まあ、ノウハウコレクターの方もいらっしゃめちゃめちゃねいるんですけどもうや稼ぐやり方知ってるじゃないですか大体ノウハウ勉強してるのに知ってるのにやらないんですよね僕はただ知ってることをただやってるだけなんですよただそれだけ知ってることをただやってるだけなんですね、うん、そうまあちょっといろいろお話ししましたけれどもうんまあいろいろと うんはい、いろいろといろいろと頑張りましょうって感じですかね、はい、まあ今日結構20分以上アップしたんでモーリーが明日明日誕生日なんだねモーリーモーリー明日た,たでもね僕何で今日その結構動画アップしたのかっていうと多分その明日モーリーが28歳の誕生日なんですよで多分そのまあモーリー負けず嫌いなんで明日多分何とかやりきると思うんですけど多分その誕生日の日に これだけのの動画を作ってるってているるとは多分一生の思思出になると思うんですよ何よりもなんか誰かから誕生日プレゼントをもらうっていうよりかはもう多分一生の思い出に残るんじゃないかなっていう一生記憶に残るんじゃないかなっていう、うん、だそういう思いでねあの僕の悪魔の誕生日プレゼントということでねあの一生記憶に残る明日は日になるんじゃないかなと多分モーリーも人生で初めて明日20本以上の動画を 撮影するんじゃなないかなと思うんで、うん、まあこれがなんか一つのまた基準値を上げるたしかも誕生日の日にね <laughs> ただ絶対一生忘れないと思いますようわ吉谷さんにうわ負けたくねえで誕生日のイベントに重ねやがってみたいな絶対多分忘れないと思うんですよ。でそしたら多分あの僕とモーリーの関係性は多分なんだろうより深くなるだろうし僕のことを忘れないだろうし。 あの時、吉谷さんがあんだけ動画撮って、誕生日の日にぶつけてきたから俺撮って、で、今があるんですよっていう3年後ね。あの時、吉谷さんが僕をいじめたからみたいな、ね、そう。多分あと3年後ぐらいに、モーリーが、いや、吉谷さん、あの時、あの、大変でしたけど、ありがとうございました。<laughs> 来るんじゃないかな。まあ、モーリーもね、だんだん基準値上がってるので。まあ、まだまだかな。僕、20本、全然いけるよ、おい、モーリー。全然いけるね。 まあ、あの別に僕何でもアップロードできるんで本当40秒とかねぶっちゃく5秒とかいけば <laughs> 10秒とかいけばねもう無限像にいけんじゃないかなと思いますからね。はい、ということで、はい、明日のモーリーの、えー、ちょっと報告ちょっと楽しみにしています。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。